山本周五郎作、伝四郎兄弟。一。若菜はせっせと矢だけを削っていた。その前の年、天正二年の冬から、隣の国と戦争をしているので、この備前大村城の留守を守る者たちは、鎧兜の繕いをしたり、 武者わらじや弓矢をこしらえたり、女も子供も手のある限りは戦に必要なものを作るのに忙しかった。おや若菜はふと手を止めた。道の方で子供の泣き声がする。それがどうやら妹のちなみの声らしい。若菜 泣いているのはちなみではないか隣の部屋で母が言った。ちょっと見てきておやり。はい。若菜はすぐに立ち上がった。表へ出てみると、果たして妹のちなみが泣きながら帰ってくるところだった。急いで駆け寄ろうとして気がつくと、 着物がまるで泥だらけになっている。まあ、ちなみ、どうしたのお姉さま。姉の姿を見つけると、ちなみはもっと大きな声で泣き出した。どうしたの、ちなみもう七つにもなるのに、転んだくらいでそんなに泣く人がありますか戦場へ行っているお兄様のことを考えてごらんなさい。 転んだのじゃないわ。ではどうしたのこんなに泥だらけになって。みんながぶつけたのよ。ちなみは悔しそうに言った。お兄様の悪口を言って、お兄様が裏切り者なんですって。卑怯者で宇宙者ものですって。そして、 ちなみにそんなこと嘘よって言ったらみんなでトラをぶつけたんだわ。まあ、ワカナは驚いて向こうを見た。侍屋敷の通じのところに五六人の少年たちがこっちを見ながらはやし立てている。みんな身分のある武家の子たちだった。ちなみ お前は家へ帰っておいで。そう言って若野はずんずん少年たちの方へ行った。兄の菊池伝四郎は、槍組の五十人頭として戦に出ている。菊池家は、吉野町の金農家として名高い、比護の菊池の決統を引いているもので、大村城でも、 筋目の正しい家柄として人々から敬まわれていた。若菜は十五歳の少女であったが、裏切り者、不中者と言われることが、武士にとってどんなに大きな恥であるかということはよく知っていた。ことに菊池家は勤労の血統で大義名分を 命よりも大切にする家柄である。そんな噂をする者は許してはおけない。そう思って近寄っていった。少年たちは意地の悪い目つきで腕を組んだり胸を突き出したりしたまま平然と立っていた。今、血並みを泣かしたのは誰です 若カナは静かになじった。俺たちだ。十五六になる少年が答えた。俺たちみんなだ。悪いかい男のくせに小さい子をみんなでいじめるなんて卑怯だとは思いませんかふん。卑怯とはそっちのことだろう。なぜ私が卑怯です 卑怯者の妹なら卑怯に決まってら。裏切り者の伝四郎の妹なら、やっぱりお前たちも裏切り者じゃないか。本当なら菊池の嫌なものはみんなこの大村から放り出されるんだぞ。お黙りなさい。若菜は身を震わせながら叫んだ。他のこととは違います。 武士に向かって裏切り者などといえば、どんなことになるか知っていますか知ってるさ、変。少年はあざ笑って言った。お前の兄の伝四郎はな、敵軍の方へ寝返りを打って、味方の陣地のことを喋ってしまったんだ。そのために味方は釜伏山の陣地を敵軍に取られてしまったんだぞ。 嘘です。そんなことは嘘です。嘘だと思うなら、侍大将の玄馬様のうちへ行って聞いてみろ。伝四郎は今敵軍の中で働いてるんだ。裏切り者なんだ。若菜の顔はすっかり青くなった。そして、しばらくその少年の顔を睨みつけていたが、 やがて、侍大将の家の方へ走っていった。に。若かお前、どうかしたのかい夕飯の前に向かいながら、箸も取らずにいる娘の様子を見て、母親は心配そうに尋ねた。お母様 若菜は涙の溜まった目をあげた。私今日、嫌な噂を聞きましたの何を聞いたのお兄様のことなんです。母親は少し慌てて目を伏せたようだった。若菜はそれを見逃さなかった。お母様もご存知なんですのね お前、お兄様が敵軍へ寝返りを打ったので釜伏山の陣地を攻め取られたということお母様はもうご存知だったんですのね知っていました母親は悲しげに目を伏せた知ってはいたけれどそんな噂を取り上げて お前を心配させては悪いと思って。い,いえ、噂ではありません。私、現場様のお家へ行って聞いて参りました。裏切り者とまではおっしゃいませんでしたけれど、お兄様が今、敵軍の中で働いていることは本当だと言いました。鎌伏山の陣地を敵に取られたのも本当だとおっしゃいましたわ。 それでと、母親は疑わしげに娘を見合った。お前それで、どうお思いなのどうって、お母様世間の噂や、玄馬様のお宅で聞いてきたことを本当だとお思いですか伝四郎が裏切り者だということを。 信じるのですかお母様はお信じになりませんのわかなちょっとこちらへおいで。そう言って立ち上がると、母親は娘を仏前連れて入った。そして静かに座りながら、ご先祖のお祝いの前で、 改めてお前に聞きますが、もしお前が戦争に出て、味方が負けそうになった時はどうしますか自分の命が惜しさに敵軍へ降参しますかい,いえ、味方と一緒に立派に打ち死にをいたします。では、もし傷を負って、 敵軍に捕らえられたとしたらどうします捕虜になるくらいなら舌を噛んででも自殺します。母親はうなずいて言った。女のお前でもそれだけの覚悟はありましょう。和かな伝四郎は菊池家の主人です。 お前は女だけれど、伝四郎は武士ですよ。お前の体に流れている血と同じ血を持っているのですよ。女のお前でさえそれだけの覚悟を持っているのに、男の伝四郎が裏切りなどをすると思いますか。世間で何と言おうと、 現場様がどのようにおっしゃろうと、母は伝四郎を信じています。お前にはまだ信じられませぬかい,いえ、い,いえ、お母様。それなら、つまらぬ心配はおやめなさい。そして兄様を信じているのです。 世界中の人たちが悪口を言っても、私やお前は信じていなければなりません。わかりましたね。はい。若菜はおとなしく頷いた。けれど、それで心配が消えてしまったわけではなかった。母や自分がいくら信じていても、 裏切り者という世間の噂はどうしようもない。このままでおけばやがて、母や自分たち姉妹は、この城下から追われるかもしれない。いや、それよりも大切なことは、菊池家の名誉だ。竹時公からこの方、穢れなき家名を、不中不義と呼ばせておいていいだろう いけない。いけないわ。若菜は激しく首を振った。たとえ一日だって、そんなけがらしい名で呼ばせてはおけないわ。ではどうしたらよいか。若菜はいろいろと考えた。神女へ入って枕についてからも、 どうしたら不名誉な噂を消すことができるか、どうしたら兄のお命を注ぐことができるかと、吹き渡る世の闇を見据えながら考え巡らせた。そして、たった一つの方法のあることを思いついた。そうだ、敵の陣地へ行こう。 戦の中ではあるが、若菜は少女のことだし、身をやつしていけば敵陣へ入れぬことはあるまい。そして、兄を探し出して、本当のことを聞くのだ。その他にしようはないわ。若菜はけなげにも覚悟を決めた。夜のしじまをぬ 法念寺の八つの鐘が聞こえてきた。若菜はそっとヤグの中から抜け出ると、母の念域をうかがいながら、静かに書き置きの筆を取った。母上様、若菜は兄上のもとへ参ります。そして 三。赤沢達重は、元海賊の出であった。元気、天章と、打ち続く戦国時代のことで、彼もまた、一国一城の主になる野心を持ったのであろう。多くの海賊仲間を引き連れて、有明の海から島原へと入り、 大村領の西岸へ上陸するとともに村々へ火を放ったり領民を追ったり無慈悲の限りを尽くしながら破竹の勢いで大村城へと攻め寄せてきた「生守墨忠はすぐ兵を出してこれを防ぎひとたびはこれを追っ払ったのであるが赤沢軍は海賊であるだけに 鉄砲と火薬をたくさん持っていたので、いつか大村軍は反対に押し返され、ついには釜伏山の要害をも敵に奪われてしまった。そこは一番高いところが標高千メートル余りある山脈で、大村城下を東方24キロの近さに見下ろしている。 そして今敵はさらにそこへ硬い砦を作っているのだ。大村軍は間12キロを隔てて陣を構え、隙があったら攻めかかろうとりを狙っているが、何しろ優れた鉄砲に妨げられて動くことができない。若菜が兄を探しに出かけたのは、 こういうありさまの時であった。若菜は貧しい皆仕事ごという姿にやつし、一度有馬漁へ入って、大回りに釜伏山の西側へやってきた。もうそのあたりは赤沢軍の勢力の中で、至るところに陣屋や木戸があり、土運びの人足や柵を立て、 堀を掘る人たちが行ったり来たりしているし、その間を牙の武士が走って行くかと思うと、列を作った兵たちが乾いた道にもうもうと土煙を上げながら進んできたりする。若菜はい日ほどの間、その混雑の中に紛れ込んでいたが、いつか陣屋の兵たちと、 知り合いになった戦のために家を焼かれ、親兄弟とも別れ別れになったみなしご。そういう身の上の者のは少なくなかったし、ことに少女だということが敵を油断させたのであろう。しばらくすると、皇太の兵と一緒に、 釜伏山の陣地へ行くことができるようになった。仕事は玉作りである。いよいよ釜伏山の陣へ近寄ることはできたが、ここはさすがに厳しく、若菜は陣の外にいて玉を作ったり、兵たちの用事をしてやったりするだけで、なかなか砦の中へ入ることはできなかった。 しかし、若菜は焦らなかった。おとなしく、みんなの言うことをよく聞いてせっせと働いた。そしてその間に、いろいろなことを知った。兄が今、赤沢軍の本営にいるということ。鎌伏山を攻め取る手引きをした手柄で、やり組の百人頭になり、大将、 赤沢武重の三方格だということなどでは噂は本当なのだ聞くにつれて忌まわしい疑いが本当になってくる本当にお兄様は裏切ったのかいいえそんなことはないわお兄様は武士よ あって確かめるまでは信じていなければいけないわ。疑いと惑いとがこもごもかなの胸を苦しめた。こうしてさらに10日ほど経ったある日のこと、若菜は作った玉を砦の中へ運ぶようにと命じられた。待ちに待った時期である。 若菜は大勢の妊婦や兵たちに混じって火薬や弾を取りの中へ運んでいった。火薬も弾も驚くほどたくさんな数だった。いよいよ大決戦が始まれそうだ。この弾薬で大村勢を一一に攻め破るのだ。見事な戦が始まるぞ。赤沢軍の鉄砲人は天下無敵だからな。 そんな話し声が耳についた。すっかり運び込むのには幾日かかるだろう。ちょうど三日目の日暮れのことであった。妊婦たちが弁当を使っている隙を伺って、若野は素早く本営の方へ忍び出て行った。かねて、兄のいる陣屋は聞いてあったのだけれど、いざ探すとなると、 そうたた。やすくはわかからなかったそのうちにすっかりくれてよるになった。戦の中のことでむろんかがりびはたかない。ときよりそのあたりお松明をたいまつをもった兵が行き来するほかはどちらへむいてもかべのようなやみでふさがれている。どうしよう。 途方に暮れて立ち止まったとき、すぐ傍らにある小屋の中から、聞き覚えのある声が漏れてくるのに気づいた。お兄様だ。すぐにそうわかった。荒削りの板を打ち付けただけの羽目へ、そっと耳を当てて聞くと、 今しもこわだかに話していた二三人のものが、外へ出てくるらしい。若菜はピタッと身を片寄せた。ではこれで、ご造作をかけました。失礼いたします。そういう声がして、戸口が開くと、ほんのり刺してくるほかげの中を、四人の武者が立ち去ってゆく。 兄の姿は見えない若菜は滑るように戸口の前へ走り寄ると今閉めようとしているところへひらりと身を翻して飛び込んだ誰だと言って身を引いたのは兄であった4若菜は後ろ手に引き戸を閉めながら 私です。若菜です。お兄様。場所も場所。おまけにすっかり身なりが変わっているので、すぐにはそれとわからなかったらしい。しかし、そこに立っているのが妹だと知ったとき、伝四郎は夢ではないかと疑うように目を見張った。お前、お前、 若菜か,なかお兄様待て。どうしてこんなところへ来た何のために来たのだお分かりになりませんの若菜はじっと兄の顔を見つめながら、そう言って一足前に出た。私、お迎えに来たんです。これからすぐ若菜と一緒にお帰りくださいまし。 大村へ、お帰りくださいまし。そして、裏切り者だというお命を注いでくださいまし。黙れ兄に向かって裏切り者とは何だ私が申すのではありませぬ大村城下の人たちがそう言うのです。子供たちは妹に泥を投げつけます。お兄様、帰ってみんなに、 裏切り者でない証拠を見せてやってくださいまし。嫌だ。帰る必要はない。なぜですのどうしてお帰りになりませんの母様や、ちなみや私が、犬のように大村から追われてもいいのですか伝四郎は、ぐっと妹の手を掴んだ。それは、 他人同士のような遠慮ないつかみ方であった。若菜は振り離そうとして、その痛さに思わずあっと声を上げた。お兄様騒ぐな。今思いついたが、お前はいい時に来てくれた。俺は人質が欲しかったのだ。伝四郎は、 唇だけで笑った俺はまだ本当に赤沢軍に信用されているわけではない。俺はどうしてもここでみんなに俺の心を信じてもらわなくてはならないのだ。どうしても50人や100人の足軽頭になるつもりでここへ来たわけではないからな。それはどういう意味ですの 俺は出世をするんだ。人形の旗頭になるんだ。お兄様こっちへ来い騒ぐと痛い目に遭うぞ若菜は震え上がった。兄はもう前の兄ではない。顔つきも目の光も、かつて見たことのないほど荒々しく変わっている。そして、 骨も砕けるような力で若菜の手首を掴んだまま、ずるずると引きずりながら小屋の外へ連れ出した。お兄様あなたは私を何しばらくの辛抱だ。伝四郎は妹の叫びを冷ややかに遮って。俺が出張すればまた自由の身になれるさ。 話してください。若菜は全身の力を込めて逆らった。しかし、伝四郎はもう何も言わず、恐ろしい力で引きずりながら、石類に沿って50歩ばかり行ったが、やがて板書といえる小屋の前まで来ると、板頭殿はおられますかと呼びかけた。誰だ 菊池伝四郎でございます。よろしい、入れ。返事を聞いて、伝四郎は中へ入った。造票が三人ほど、他に髭を立てた鎧武者が一人、食台を引き寄せて何か書いていた。何か用事でもあるか。大村軍の者が忍び込んできていました。何 鎧武者は筆を投げ出してギロリと目をあげた。この娘です。伝四郎は若菜を突き放して。大村城の武士の娘です。どうやら妊婦どもに紛れ込んできたようです。どうしてそれが分かったのか。拙者の妹です。鎧武者はもちろんのこと。 そこにいる増票たちまでが呆れて目を見張った。伝四郎はむしろ、それを誇るかのように。妹ではございますが、赤沢軍の百人頭である拙者にはもう他人も同じことです。お引き渡し申しますから、よろしくお計らいください。そうか。立派な仕方だ。 鎧武者は、にやっと笑っていった。逃がせば逃がせるものを、よく訴えて出たな。実は今、気候の小屋の外で気候たちの問答を聞いていたものがあるのだ。しかし、これで今までの疑いはすっかりと晴れるだろう。そうなればありがたいと存じます。 お兄様。若菜は喉も避けよとばかり叫んだ。あなたは本当に裏切り者だったのですかあなたは妹まで。この娘を引いてゆく。鎧武者が若菜の叫びを遮って怒鳴った。そして牢屋へ押し込めろ。 五。5. 暗い牢屋の中である。外は恐ろしい暴風雨である。あれから丸一日経つ。若菜は運ばれてくる食物にも手をつけず、一口の水も飲まない。牢屋の隅にじっと座ったままだ。兄は裏切り者だった。 妹さえも敵の手へ突き出した。そして、そして侍大将に出世しようとしている。もう何もかもおしまいだ。生きてはいられない。そんな言葉が頭の中で渦のようにぐるぐると回る。若菜は本当に幾度か舌を噛み切ろうとした。 しかしそれはできなかった。母を思い、妹の血並みを思うと、このままでは死ねないという気がする。ではどうしたらよいのかたとえ生きてここを抜け出すことができたとしても、大村へ帰って、兄が裏切り者だということを母に話すことができるだろうか あんなに兄を信じている母は、おそらく生きてはいまい。それくらいなら、ここで死んでしまう方がいいのではないか。そうすれば、いくらかでも母の悲しみを伸ばすことができる。とつおいつ、考えふけっていた若菜は、妙な物音を聞いて、はっと我に帰った。若菜殿。 若菜殿。誰か人の呼ぶ声がする。そして間もなく、ガチリと、鍵の開く低い音がした。若菜殿、どこにいますかどなたです早く、早くこっちへ来てください。若菜はすぐには立てなかった。しかしやがて、 誰か助けに来てくれたのだと気づいた。そして、体中の血が一時に動き出すのを感じながら、声のする方へ馳せ寄った。これを着て、この傘をかぶって。闇の中で、男は素早く若菜に身のを着せ傘をかぶらせると、落ち着いてください。足元に気をつけて。そう で手を引きながら、牢屋の外へ出た。殴りつけるような、激しい雨と風だった。若菜は男の導くままに、夢中で歩いた。石類に沿って、幾度か曲がり、柵へ来ると、かねて作ってあったらしい抜け口からくぐり出た。あなたは、どなたですの 若菜はそこまで来て、やっとそう聞いた。私は大村から恩つとしてこの鳥で入っていたものです。こっちへ来てください。馬が用意してありますから。どうして私が牢屋にいたのをご存知ですのダン、ダン。突然、凄まじい銃声が起こった。白抜けだみんな出ろ白抜けだ 列風を縫って、呼び交わす声が聞こえた。いけない見つけられました。男は、かなを突き飛ばすようにして走った。そして、馬のつないであるところへ来ると、素早くかなを押しのせ、自分ももう一頭の馬にまたがると、靴輪を並べて走り出した。この間に上兵は松明を掲げ、 石類の上に銃口を揃えて、一斉に狙い撃ちを始めた。ダン、ダン豪雨をつんざく銃声とともに、ビュッビュッと、弾が二人の左右をかすめ飛んだ。危ないから体を伏せて男は叫びながら、自分の馬をかなの後ろへ回して、煽り立て、 あおりたて走はしった。しかしみちはひどいくだりざかである。うっかりすると、じんばもろともとがった岩へたたきつけられるだろう。もうひと息かければ曲がりみちになる。とおもったとき、あっとさけんで、おとこは前かがみにばしゅへたおれかかった。せなかからむねへいちだんいぬかれたのである。 悲鳴を聞いて若菜が振り返ると、男はさっと馬を寄せながら、懐から一通の書状を取り出して、若菜の手へ握らせた。これを本陣へ届けてください。はいこの道を左へ下ると暗闇谷です。あとは大村まで一本道、頼みましたぞ。でも、あなたは若菜が叫んだ時、 男は体験を抜いて若菜の馬の尻をさっと殴った。無論峰内である。しかし驚いた馬はちょうどややなだらかになった坂道を矢のように走り出した。それを見送って男はぐっと手綱を絞った。荒れ狂う風雨の中を砦から繰り出してきた追っ手の馬蹄の音が近づいてくる。 ダン、ダン、ダン。めくら打ちの玉が飛ぶ。よし男は重傷の身を蔵の上に起こすと、最後の力を振るって、若菜の去った道とは反対の方へ馬首を向けた。若菜を完全に逃すために、彼は自分の体を投げ出して、 敵を逆の方へ誘ったのである。追っての牙は、果たしてその後を追っていった。烈風は木々をもみ立て、豪雨は闇の山道にしぶきを上げている。暴風雨、暴風雨。六。 谷を下れば、大村の陣まで八キロ。若菜は必死に馬を煽った。闇の中を毎一文字に、畑も藪も、丘も小川も、馬蹄のもとに踏みにじりながら、賭けにかけた。大村軍の軌道の前で、誰だという晩子の声を聞かなかったら、おそらく馬もろともに軌道へ叩きつけられたことであろう。止まる。 誰だどこへ行く叫びながら、バラバラと四五人の番子が飛び出してきたので、若菜はぐいぐいと手綱を絞りながら、ようやく馬を止め。鎌伏山の鳥で入っていた恩密ですと叫んだ。何恩密だと大切な手紙を持って参りました。急いでご本人へお取り次ぎください。 そう言いながら馬を降り、預かってきた書状を渡すと、若菜はそのままふらふらとそこへ倒れてしまった。丸一日以上も飲まず食わずの上に、生死の境を踏み越えてきたのだ。十五の乙女の体には、そこへ継ぐのが精一杯だったのである。どのくらいの間気絶していたかわからない。 これ、若菜、若菜と呼ぶ声に、はっと気づいてみると、自分は本陣の仮屋の中にいた。食台が赤々と輝いて、左右には武将たちが居並び、正面には、ビビ式出陣の支度をした、生きの神住みただがいた。あっと驚いて立ち上がろうとすると、よいよい。 そのままでよいぞ。墨田田が声をかけた。今宵の働きあっぱれであった。か弱い少女の身でよく退任を果たしてくれたな。さすがは菊池伝四郎の妹。満足に思うぞ。もったいのうございます。若菜は悲しげにひれ伏していった。兄は、 にはお味方を裏切る待て待てその後は申すな墨忠は微笑しながら押しとどめた伝四郎は裏切り者ではないぞえ敵陣へ駆け込ませたのは世の申しつけだ裏切り者という噂を立てたのもこちらへ入り込んでいる敵の隠密に疑われまいためだ 現場、明けを話してやれ。は、かしこまりました。侍大将、兵道現場は、若菜の方へ向き直って、静かに語り出した。伝四郎は、裏切り者ではなかった。墨田の命令で、敵に内通すると見せかけ、大村軍はわざとかま伏せ山を退却したのである。 なぜかというと、赤沢軍は優れた鉄砲人を持っている。火薬も余るほどある。その頃はまだ鉄砲はそうたくさんにない武器で、それを余るほど持っている赤沢と戦うことは、どこまでも味方の損だ。そこで、釜伏山を敵に与えれば非常に良い要害だから。 必ず根城にするに違いない。そして、あるだけの鉄砲弾薬を蓄えるだろう。そこを狙って、蓄えた火薬を爆発させれば、もう鉄砲は役に立たなくなる。その上で、一挙に攻め滅ぼそうというのであった。そして計画は思う通りにいったと、現場は一息ついていた。 この手紙はお前の兄伝四郎が書いたものだが弾薬は昨日ですっかり運び込んだそうだそして今その火薬庫へ火をかけるばかりだと書いてあるわかったかお前を敵に渡したのはいつも上兵が目を光らせていたからでその時も小屋の外に立ち聞きをしていたものがあったのだそうだ 妹にはよく話して、憎い兄だと思わないでくれと書いてあるぞ。お兄様若菜は胸の中で苦しく叫んだ。勘忍してくださいまし。若菜は知らなかった。知らなかったのでございます。 湯のような涙が、はらはらと溢れ落ちた。その時である。地震かと思われるような、ズズズズンという激しい地鳴りがしたと思うと、鎌伏山の方に当たって、百来の引き裂けるような大爆音が起こった。それやったぞ人々は刈屋の縁先へ走り出した。 ようやくしらみはじめたかまぶせやまのちょうじょうからむらさきいろのおおきなひばしらがちゅうへふきあがっていたごうぜんごうぜんひばしらはつづけざまに三どてんをついたしゅつじんたいしょうすみただが りんりんと響き渡る声で叫んだ。じんが鳴り、竹ぼらが吠えた。待ちに待った時が来たのである。大地をどよもす時の声とともに、第一陣は、うしおのように進軍を始めた。えい、えい、おう、おう。えい、えい、おう。 おう。赤月かけて、暴風雨は緩んだ。夜明けの中を堂々と進軍していく第一陣、続いて第二陣。旗差し物は万葉の海鳥のごとく、平原を圧して、昼帰り昼帰り押してゆく。若菜は泣いた。 涙が頬を伝って流れるのも知らず、心の底から湧き上がる喜びと、生き返ったような楽しさに泣いた。お母様、ご覧くださいまし。この素晴らしい新軍をご覧くださいまし。これはみんな、お兄様のお手柄なのです。泣きながら、 そうつぶやいた。お兄様、うらぎりものではありませんでした。いいえ、それどころか。おむらぐんたいいちのコミをたてたのです。わかんはたまらなくなって、むせびあげた。むせびながら、われをわすれて、お兄様と、やまにむか。って 「かあさまがまっています。ちなみもわたくしもまっています。りっぱなはたらきをしておかえりくださいまし。おにいさま。わかなのこえははればれと力からよくあさかぜにのってひびいていた。 天正三年五月二日の朝である。